はようございます、コジャックです。はい、今日ご紹介するのはメルクール 41C オープンコムの両刃カミソリです。はい、それでは解説しましょう。オープンコムとは櫛のような開いたベースプレートです。それに対して閉じたまっすぐなベースプレートはクローズコムと呼ばれています。3ピースですね。3ピースの、はい、完成です。メルクールの刃、メルクールスーパープラチナ、今日はチューブタイプのポロラソ、シェービング、なんだっけこれは、まあシェービングクリームですね。はい、使っていきたいと思います。こんなもんかな。菊星さんのマイクロファイバーシェービングブラシ。はい、剃ってきます。まずは順剃りから。おお。私の経験上、両刃カミソリは電気カミソリやカートリッジ式のカミソリに比べて格段に肌に優しいです。それが私が両刃カミソリを皆様にお勧めする一番の理由です。両刃カミソリのいいところは他にもいっぱいあります。ランニングコストが低い、買いは安いものだと1枚10円、高いものでも40円、1枚の買い刃で数回剃れます。カートリッジ式の買い刃だと1つ400円くらいですね。そしてなんといっても気持ちいい、床屋さんで剃ってもらったみたいにツルツルになります。両刃カミソリは
オールメタルなのでプラスチックフリーです。ロハスです。わかんないけど、替え刃は割とどこでも替えて便利です。私がいつも食材を買うスーパーにはレジ前に陳列してあります。コンビニにある？あるかな？ないような気もする。うん、ちょっと残ってるな。ホルダーは頑丈です。めったなことでは壊れません。使用後に毎回乾かせば数十年持つと思います。経済的でしょ。両刃カミソリはかっこいい。銭湯や温泉でこれを使ってたら周りの人に対して優越感があります。両刃カミソリは早く剃れます。でも両刃を使い出した頃はカートリッジ式に比べて倍くらい時間かかってました。慣れは必要です。今では両刃の方が早く剃れます。銭湯などでおじいさんが使い捨てのカミソリ使ってるのを見かけますが、あれは論外です。後日使い捨てカミソリとの剃り比べ動画を出します。多分かなり手こずってます。私はいろんなカミソリを使いすぎてこのカミソリの癖というか慣れる暇がないということですね。オープンコムのカミソリは目詰まりしにくい構造なので長く伸びたヒゲとかに適しています。剃った後は明板、
顔洗ってきます。はい、剃った後はしっかり保湿。メルクール 41C、はい、オープンコムのカミソリです。オープンコムってかなりアグレッシブなイメージが私も 強かったんですけど、これは全然アグレッシブではないです。はい、でも効率的ですごくいいカミソリです。メルクール 41C かなりおすすめです。はい、コジャックレーザー .com で販売しております。買ってね。はい、使った後のカミソリはこういう風に分解して干しときます。で、一晩経ってから組み立てて飾っときます。はい、今日はありがとうございました。それじゃあね、バイバーイ。